モフさんとオジアンのゲーム実況チャンネルへようこそ。開始までちょっと待ってね。ナウローディング。ドンパチ村の右に行ったところ、最後のところ、右行ったところですね。ドンパチ村の、どこじゃん、ドンパチ村の、行くところの洞窟ですね。洞窟のあれですね。出るところの、出るところの、あれですね。一個前のところの、右行ったところの宝ですね。でも開けたんですけど、空っぽでした。空っぽかよっていう流れですね。すいません。いやーもうなんか今日しんどすぎてテンション高かった。テンション高いっす。あー、こんな敵出てくるんだ。レベル上げここでいいかもしれないですね。あー、さっきね、映像のところでレベル上げしたんですけど、映像はね、200ぐらいが平均ですね。200が平均で。で、BGM がめちゃくちゃ良くなってました。BGM が良くなってたんで、まあそこはね、BGM ちょこちょこ聞いて。行こうかなとは思いますけど。いやー、180か。まあ、微妙っすね。微妙か。虎みたいなの出てきてくれるとね、経験値くれるんですけどね、400。100秒。とりあえずこの3つの宝取っちゃいましょうか。落ちたのは多分これですかね。またこれ以外もあったらですけど、あ、なんか色が緑、レッドロフェイク問題かな。あ、うん、そうですね。あ、まだダメです、ゴミしかなかった。あ、じゃあまた探しておきます。では、最初の回の左下のところにありましたね。50秒。まあいらないのばっかっすね。熊本城あたりちょっと探索しようかなと思ってます。はい。熊三条来ています。一番最初の階の右上のところに階段がありました。で、奥に来たら宝がありましたね。なんで回収していきましょう。おにぎり、ロケットキセル、まあこれは売ります、売り飛ばします。あとはいいのねえかな。巻物か。ありそうですけどね。もう今レベル上げ段階なんで、ほぼほぼ自動使っています。あ、もう一回来てるところなんで。やばいのは大砲のやつですよね。大砲のやつはやばい。なんとかなんとか出てないんですけど。まあ、あれですね、スイカに比べたら全然いいっすよ。岩薬。いらねえ。いやー、全部外れですかね、ここ。いやー、全部外れだ。じゃあ次のとこ行っときます。では。2階落下、3階落下ですね。2つ分かれてたところの奥の方ですね。手前の方行ったんですね。配信本編では。奥の方行って、で、まっすぐ来て、こっち、なんか隠し階段見つけました。隠し階段見つけました。このアイテムがあるっぽいですね。真空の弓。あ、すげえ、ああ、そうですね。これ宝の宝庫だ。なるほどね。いや、たまたま、まっすぐ進んだあったんですけど。いや、あんな分かりづらいとかね、しんどいっすね、さすがに。普通にやったら、まずまず気づかないですよね。
足元。この敵はなんとかなってるっぽいですね。あと、ゴエモンにあれですね、秘密の武器装備したんですけど、秘密の武器がなんか防御力下がるっぽいんですよね。なんで、あれですね、今、17,000 の武器装備してるんですけど、それを装備た時点で防御力戻りました。いや、そりゃ、ゴエモンやっぱ苦戦するわけですよな。天空城、空飛ぶ城って、空飛ぶ城とかすげえ苦戦してましたけど。防御力下がってました。結構がっつり下がってたっぽいですね。あ、ちょっと待って、なんかバグった。なんかバグってる。ちょっと待って、なんだよ、これ。いや、あかん、あかん、あかんって。いや、あかんって、これはあかんわ。なんだ？ちょっと待って、バグりました。最悪だ。いやー、ちょっと待って、じゃあ戻す作業してきます。戻す作業してきました。またバグんないことに乗ってちょっとやりましょう。隠れ身の。いやー怖いっすね。さっきのバグがあった。絶対バグるとかじゃなきゃいいんですけどね。なんか条件があるのか、まあ、ただのフリーズと同じよ、あれかな？現象起きたのかもしれないですね。頼むよ。いや、絶対バグるんだ。でも今回移動できますね。今回移動できる。鉄鋼を見つけた。いや、なんとか通り抜けられればいいっす。とりあえず、さっきこ、いやー、デイヤの固定だ。デイヤの固定ですね。ちょっと待って。いや、まさか薪がなくなるっていうね。どうしよっか。バンダナとかいらないっすよね。まあ、いった。本気を使うか。しょうがない。はい。いや、絶対バグるんすかね、ここ。なんかメニューとか開いしたら治るのかもしれないですね、これ見る限り。こうして。あ、治った、治った。なるほどね。ここだけっすかね、バグってんの。あ、ここだけっぽいっすね。あー、よかった、ここだけだ。あ、了解です。あとは、ちょっと待ってね。こっちにもなんかあるのかな。こっち行ってないですね。ああ、そっか。レイヤーの固定の誰かに装備させないと。レイヤーの固定は絶対上がると思うんで。防御が低い。いやつが装備できるといいっすよね。てんけんてん。てっけるっけ。まあいいや、こう奥行っちゃいますね。だからあった。あ、デイヤーのバンド。あー、こっちもデイヤーだ。ちょっと待って。いやー、ここ必須じゃねえかよ。来てよかったっすね。外欲いらねえな。外欲捨てるわ。ほな、ぽいで、デイヤー、これ装備してみましょうか。防御力低いやつ優先したいっすね。ゴエモンが113。エビス丸が106。エビス丸は低いっすね。うん。エビス丸は低いか。ダントツで。あとは、ま、時点やれちゃうんですかね。うん。コテはあるんで、頭いっやってみましょうか。で、もう一人はやれちゃうんか。うん。ちょっとやってみます。デーヤのバンダナを、エビスマル行きましょう。うん、できたね。よかった。で、デーヤの固定。ヤエちゃん。だな、ヤエちゃんですね。あー、できねえんだ。ヤエちゃんできねえ。いやー、誰かなと。時点は猫かな。時点は猫。うー、できねえ。ちょっと待って。
ってことは、あと、ノエモンしかいないじゃん。いやー、デイアのことは全然装備できないんですね。持ってんじゃん。うわー、デイアのこと持ってるわ。ってことは、エビスマルっすかね。あ、エビスマル持ってる。あれ、ちょっとダメじゃん。いやー、なんでこれ、ちょっと待って、3ついけねえのかよ、まさかの。まあいいや、はい。次行っときます。はい。だだっ広い部屋を、左じゃなくて下に行ったところですね。たくありました。虎のコテを見つけた。虎のコテか。使えませんね。ナイトカーズ効果はわかんない。まあ、これの効果調べといた方がいいっすね。今いいや。トヤトラのことゲットしました。はい。では次行きます。シューマイの村来てるんですけど、八重ちゃんに金の串っていうのがここに売ってたんで、いや、装備したら10ぐらい上がりましたね。これは結構重要っすね。いや、なんかね、取り逃しを探してたんですけど、いや、金のこれだけ買ってなかったっすね。いや、それ以外は一通り買ってると思うんで、はい。いや、というわけで、これ、まあ、あとは、まあ、頑張るしかないっすね。結構食らうんでね、今の時点でも。まあいいや、はい、頑張ります。もう、富士エスエータスね、あの、大島っぽいところのエータス、あっちですね。なんか、隠しアイテムがあるっぽいんで、一応それ取っていきましょう。どうすりゃいいのこれ。これか。100両とキャラミッケ。なるほど。あ、こういう感じで表示されるんですね。アイテムとしてではないんだ。もう完全にこれはもう、あれさ、おまけの裏技みたいな感じですね。はい、了解です。まあ、ゴエモンガイドクリアできて、クリアしたんで、宝の回収はとりあえず、いいかなっていう感じで、隠し系、裏技系をちょっとやっていこうと思います。でまずは、白竜町の左上ですね、ここ。百両とキャラ3系ですね。このキャラは、ですね、何なんだろう、武行ですね。はい。まあ、これ、こんなような感じであるっていう感じですね。もういいか。ノーカットいきましょうか。じゃあ次は進む村いきます。進む村。道具屋と重なってる木。この辺ですかね。この辺ですかね。あった。百両とキャラミッケ。寿司ですね。はい。のためにこれ用意した。あ、でも、ゴエモン1もこんなようなあった気がします。ああ、それを引き継いでんのか。なるほどね。はいはい、そう、あったもんね。この、なんか隠しアイテムみたいな。岡川村。右上っすね。あ、そこですかね。ここですかね。あ、そうっすね。タヌキ。タヌキですね。じゃあ次はライデン村行きましょう。ライデン村行きますね。ライデン村、うぅ。メインカウントすんじゃねえよ。もうラストダンジョンに入る前のデータをちなみに使っていますね。ラストダンジョン終わった後だと、エビスマルがいないんで。微妙なんでね。まあ、そう考えると、このデータで行くしかないですね。セーブデータが残ってないんで。いい感じの。じゃあ、ここに関して、ライデムラ、左下。この辺のどっか、これですかね。いかに持ってるんですね。はい。これちなみに、ウパらしいですね。わあ、ウパだ。コナミのキャラ出てきましたね。バホホ村混じってんな。トワル村やったもんね。トワル村やったんでいいか。あれはゴエモンだったっぽいですね。バホホ村か。めんどくさいっすね。ちょっとじゃあこれカットします。バホホ村行きますね。
さあ、魔法村着きました。いやー、めんどくさいですね、ここは。飛べないんで。左下のヤシの木って書いてあるんですけど、これではないですね。この下の怪しいとこっすかね、これ。ここ怪しいですもんね。これですかね。どっか調べりゃいいのか。いた。うん。ああ、コントローラーだ。来たね、コントローラーでした。まさかの。ああ、これで隠しキャラは全部っぽいっすね。じゃあ別の裏技やるんで、その準備をしましょうか。茶店の2号店の、ですね、北の湖ですね。で、ここで、おにぎりか新米おにぎりを捨てる。じゃあ、おにぎりあるかな？あ、おにぎりだね。おにぎりを捨てる。ほんまに捨てるんですか？もったいな、粉っぽい。うわぁ、でも場所決まってんですかね、これ。うわぁ。いや、ここだと思うんですけどね、違う場所なのかなあ。あ、いや、この位置なんだ。あなたはこの湖に落としたのこの3つのうちどれですか？選んでね。ちなみにこれは、正直に答えても相手が戻ってくるだけ。じゃあ、金のおにぎりにすると、そつきは泥棒の始まりですよ。反省しなさい。うわー、盗まれたー。そういう流れか。で、正しいのをやると、あれかね、戻ってくるっていう流れですかね。いやー、しかももう出てこない。あ、いや、甘いよ。同じことするの分かってたわ。あなたの行動、すでに読まれてるのよ。マジですか。あれ、しかも新米おにぎり消えた。消えとるやんけ。貴重なアイテムだっつうの。もう一回やると。あなたのアイテムなんか捨てられないわ。ふん。こんな感じですかね。3つまで異なる正解が用意されていますって書いてあるんで。うん、というわけで、じゃあ次に行きたいと思います。まあ、いっか。最後の1個やってみますか。一緒ですね。じゃあ次行きます。佐渡に行くところの、船着き場ですね。左の民家と右の変化で、この二つかな。ランダムで、キャラクター変わるっぽい。ああ、コナミマンレディーですね、これ。なるほどね。声は男なんだ。女は嫌いです。コナミマンレディーじゃねえ。消えた。で、右の民家。ランダムっぽいですね。ランダムっぽいんで、何回もやんないとダメですかね。いや、さっきの一瞬で出たのはたまたま運が良かったからですかね。いや、これめんどくせえな。変化しないときは何度繰り返しても全く変化しない。何か条件があるかもしれない。条件あんの？ああ、じゃあダメっすね。はい。ちょっといろいろ試して、できそうだったらちょっと乗せますね。はい。いやー、この間、出なかったんで諦めました。佐渡の方の民家っすね。恵比寿丸。恵比寿丸いましたね。で、会話はまあ一緒なんであれですけどね。条件があるのかよくわかんないっすね。元に戻るんで。これ、最初の1回だけなのかもしんないっすね。ってことはもう、もしかしたら配信の方で、あれっすね、コナミマンバージョンが残ってるかもしんないっすね。もしかしたら。1回出たら二度と出てこないとか、そういう感じなんじゃないかな。ちょっとまあカットしますけど、次。よし。中国の、船着きますね。左の家、モアイ。モアイがいました。まあ、会話は一緒ですけどね。横とか振り向いたりしないんですかね。まあ、そ
まで細かく作ってねえから、さすがに。そうですね。クライマーレディも動いてなかったっすもんね。でも元に戻ると。では次行きます。あとちょっとね、いろいろあるんですけど、まあなんか、しょうもないのが多いんで、とりあえず口頭で言うと、シーパーマントを使うと、エビスマの忍者が8回復するっていうのがあるんですね。であと、アイテム増殖っていうのもあるっぽいですけど、アイテム選択、次の人キャンセル自動。これは確かに便利なのかもしれないですけど、そのアイテム以降のアイテムを全消去する効果を持っています。ああ、怖いですね。これは怖いな。で、アイテム欄の6ページは、ってのがあって、道具ら袋いっぱいにすると戦闘中のように6ページ目が出現すると。で、ある時はそれをや、いくつかの規制が、表示されます。戦闘中のみのね、実害はないと思います。あと、虎の固定ですね。虎の固定は、ボスで使うと一撃で技術されます。いや、もう完全なる技っすね、これ。いや、これラスボスもこれで一発で倒せるかもしれない。虎の固定売っちゃったな。ちょっと買ってくるかな。もっとラスボスこれで倒して、ちょっとエンディングのね、あれがあるんで、それやろっかな。ちょっと一旦カットしますね。ラストダウンをクリアしたの3人の状態ですね。この状態で、ですね、さっきちょっと試したんですけど、エビスマルが1個に用意されてて、エビスマル選ぶとエビスマルはいないよーんって出ますね。ちなみにこの状態シーパーマントいけるんですかね。いけるんだ。じゃあちょっと待ってね。これでハイカラ町行って虎の小手買いましょうか。さっきのデータだとラストダンジョン行かないといけないんで、まあさすがにそれだとだるいんで、ちなみにシーパーマントもう一個ある、もう一個ネタアウトですね。そもそももう一個ネタアウトじゃん。いやー、シーパーマント売ってねえ、どっちかな。いやー、売ってねえ、ちょっと待ってよ、マジかよ、あるって戻るのかよ。いやー、ちょっとまあ、トラのこと買っちゃいますよ。トラのこと買って、あとカットしますわ。いや、エビスマルしか使えないっすもんね。あれちゃんってここじゃねえのか。防具屋だ。防具屋っすね。すいません。あとあれか、ハイレグのやつもやってねえや。エンディングのやつととりあえずハイレグのやつやるか。いや、どこだよ。こっちでしたっけ、あっただな。トラのことや、ここっぽいんで。いやー、このめんどくさいっすね。あるって戻んないといけないんで。まあいいや、ちょっと戻っときます。はい。では、カット。ラスボス戦ですね。虎の子で使ってみましょうか。これで一発で倒せるのってめちゃくちゃ楽。かなりの、あれですね、インチキグラザーっすね。さあ、使いましょう。バトルウェア。が一発っていう話ですね。倒した。いや、これはすごいっすね。これはすごいよ、俺は。なるほどね。まあ、このゲーム積んだ、あれですね。難しくて積む人は、まあ、これを使って、なんとかクリアするっていう感じですね。あとはエンディングの4人になってるところですね。4人になってるところで、AB、これか。AB を連打する。いや、ちょっと待って。いやいやいや、ダメじゃねえか。これなんか、あったあ、変わった変わった。来たね、来た。来ましたね。服を脱ぐっていうね。必須、裏技っぽいですね。そんな感じですね。じゃあ、これで終わりですね。これで終わりなんで、公開シーンはこれで見て終わりたいと思います。それではあとは本編でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。